いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。飲みますよ今日。一番もう一番いい時間一番いい時間。もう暗くなってきて、もう6時半ですからね。はい、この後仕事ないし、もうガンガン行っちゃいますか。ガンガン。はい、本当すいません全然内容ないことしか喋れなくなっちゃうんですけどせっかく呼んでいただいたのに。いや、とんでもないです。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますいや本当に見上げるようです。はい、これ越しちゃってるけど大丈夫ですか私こういうなんだっけ。今確かに目線がこっから、はい、目線から見えてるんですよあ、はい、じゃあ座ってください。はい、失礼します。いやー、はい、あ、よかった。ちょっと僕の方が背が高くなったちょっと見上げられました初めて見上げましたジョーさんを。初めて見上げた、はい、いや本当によくいらっしゃっていただきましたね。久しぶりです。ありがとうございます。ご無沙汰してます。情熱場、ね、素敵な、ね、お店だしすごいことしてますねジョーさんね。そうですか。まあすごい、まあ、僕の店でもないんですけど僕の友人がマスターの店なんですけど、はい、結構ねここ雰囲気がいいなと思って、うんうん、いいですよね。素敵、はい、ありがとうございます。じゃあ実はですね、はい、ゲストに合わせたカクテルを、はい、振る舞うんです。はい、いつもはちょっとこうあのお見せするんですけど、はい、ちょっとねこれやっちゃうとあることが変わっちゃうんで、もともと作ってあります。わー、ここに何さあ見たいですか。見たいですえ、イメージして、私イメージ、そうですよね。ええ、その名も、はい、端から端まで走ってジャンプしてアタックする、その名もモトコスペシャル。ああ素敵これちょっとバレーボールのボールの今だって黄色タオルじゃない、黄色タオル、はい、ですよね。であとウクライナ色でもあるなと思ってちょうどいいなって今の時代に、スポーツのね、スポーツの、すごい、愛と平和とバレーボール、やばすごい、モトコスペシャルです。すいません今興奮しちゃってね、ちょっとボボしちゃった、ね、ありがとうございますわちょっとこの色だけを、わ素敵、いやだ本当だ、これこれ作るの難しいんですよ。だからちょっともともと作っておかないと。そうなんだ、はい、何層にもなってる。すいませんね、これを、はい、ありがとうございます、はい、置いていいんですか。いやこれ美味しい、飲めないやつじゃないですか、もったいなくて。いやでもかなりうまいですよ、リキュール、素敵、ピーチとかね、そういうの使って。本当だってちゃんと層になってる。じゃあいただいていいですか。これが難しい、この層が。普通に飲んでいいんですよね。普通に飲んでください。混ぜなくてね、混ぜられない。あ、すいません忘れてましたこれでもストローでも、あ、ストロー、どっちがいい。どっちでもいいですよ。どう飲むもの。いや 上歯を飲んで、そうですね、下をそこから飲みますか。はい、ちょっとじゃあ最初上、はい、いただきます。どうぞ。味は保証付きです。お、涼しげな味。うん、え、ライチみたいな。あ、そうそうそう、ライチとピーチです。はい、なんかサッとなる、うん、それでまたちょっともうその混ぜていただいて、混ぜる、うわ混ぜるので、ね、もったいない感じがしちゃいますけど。もったいない、日本チャチャチャって感じですか。そう、日本チャチャチャ。わあ、かわいい、この黄色と青、ね、僕の時代は真っ白でしたね、バレーボールのボールは。でも私もそうなんですよやめてからカラフルになって、あらいろんな色になっちゃった。やめてからですか。それまで白でしたっけ、はい、うん、だから白のイメージ。どうですか。おいしい。あ、お酒、リキュール感が、そう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 、来ました。やっと来ましたか。おいしい、よかった、うん、
まあ、一気に飲んじゃうのこれどうぞ飲んでください今日は。美味しい、いいですね。いや私のイメージだからなんだろうと思って、なんだろう、うん、あの大きいロングカクテルかなと思ったんですよ一番店にある大きいグラスに入れられてるのかなと思ったんですけどもう自虐ネタじゃないですか本当そうなっちゃいます大きいことは素敵ですよ、うん、美味しい、夏っぽい。じゃあちょっとたくさん話したいことがあるんで、はい、じゃああちらの席で。はい、わかりました、お願いします、はい、山本さん、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。今日はじゃあ乾杯お願いします。お願いします。あ、うん、飲みそうですね、はい、シュワシュワしてるのが好きですシュワシュワが好きなんです。好きなんです。ビールじゃないシュワシュワが好き。あ、ビールがダメみたいですね。ビールダメなんですよね。もともと私ね、お酒飲めなかったんですよ。でバレーボール時代はあの飲んじゃいけないので、うん、29、はい、引退が29なんですけど、そこまで基本飲んでないです。基本ってことはちょっと飲んだんですね。炭酸ジュースが大好きなんですよ、ええ、で炭酸も禁止なんです。あ、昔はもう甘いのもダメみたいな、全部ダメな時代だったんですよ。それす、甘いのもダメなんですよ。ダメなんですよ。でなんかあのたまに飲むファンタが楽しみだった。もうそう、よくご存知で。でも散々調べてきたんで本当そうなんですよ。もうそれが一番好きなんですけど、イタリアのセリアにね、選手時代行った時に、ね、やっぱりあのスパークリングとかを向こうでみんな選手が試合終わったらご飯とか食べるときにやっぱ飲むんですよ、一杯二杯。そこで飲んだことはあるけど、ええ、基本は好きじゃない。あ、好きじゃない。だから引退するまではもう飲まずに全然平気でした。で引退してからもすごくなっちゃったんです。いや、でも最初はやっぱり、炭酸ジュース解禁だったから、ええ、もうファンタグレープファンタ祭り、ファンタ祭りでいろいろやってたんですけどやっぱり仕事で F1 の番組のキャスターになったんですよ、そうするとシャンパーニュをいただく、ほら、いやいや、そうだそうですね、もうあれをね、おこぼれでいただくことが増えて、ね、飲んだらあれ美味しい、飲めるじゃんっていうので、そこからお酒の道に入りました。ガンガン行っちゃったわけですか。はい、ガンガン。デビューが遅いですね。デビュー30過ぎてからデビューです、お酒の。あ、体にはいいんじゃないですか。そうですね、はい、ねえ、うん、いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア 363-133。 今日もね、今日なんと、ええ、してたかったんですけど、ええ、前のお仕事でワインを試飲するっていうやつがあってちょっと飲んじゃったの。こうじゃないですよちょっと試飲してきちゃった。お喜びじゃないですかやばいです、ちょっと飲んできちゃったんで、ちょっとね。あ、やばいです。いつもより、いやいや、だからもうギアが早く、結構飲む気満々ゲストのうちの一人です。いや、本当ですか。あんまり飲んでくんない。あんまり飲んでくんないんですよ。でもここほらバーというね。そう、うん、だから嬉しいんですよね、僕も。やっぱゲスト飲まないのに飲めないんで、はい、しかもこの夕方から収録っていう人もなかなかいないんですよ、はい、日中が多くて。日中飲みにくいですね。そう、はい、もう飲めと言わんばかりの、はい、飲みますよ今日。一番もう一番いい時間一番いい時間なんですよ。もう暗くなってもう6時半ですからね、はい、この後仕事ないし、もうガンガン行っちゃいますか。ほんとすいません全然内容ないことしか喋れなくなっちゃうんですけどせっかく呼んでいただいたのに。いや、とんでもないですよ。でも僕はあの前も話したかもしれないですけど、すごいご縁があって、うん、よく見かけてるんですよ。あ、まあ、お芝居が好きで、うん、ほら劇場、はい、劇場でも 4、5 回見かけてるんです。本当まあ、目立つっていうのもありますよ。そうなんですね、目立つっていうのも目立っちゃうんですよ。それもあるんですけど、はい、4、5 回見かけ、あの、鴻上さんと仲いいじゃないですか。あ、仲いいほどじゃないんですよ。あの、よく見させていただいて、で、はい、なんか鴻上さんのこと、はい、先生って言って喋ってるのも、はい、あ、そうか、鴻上さんと喋って、鴻上さんも来てますからね。でもね、出たことないんですよ、鴻上作品。あ、そう、僕もないですよ。出られてないんですよ全然もうやっぱ実力つけなきゃと思って。
蝶さんはほら選んでるからいろいろ自分でもなさってるし、選んでるからっていうか、もうほら選ぶキャリアじゃないですか、だからですよ、まあ、だからそうやって何度も、でやっぱりね、何がびっくりしたって、ディズニーランドに家族で行った時にずっと並ぶじゃないですか、で 2回も僕の目の前にいたんですよ先に並んでました。普通ね2回あの2回はないですか、はい、1回あっても2回ありますよね。でね、またね、元子さんがこんな丸いこういう帽子でね、結構あのこう一応おとなしくしてました。おとなしいっていうか、はい、目立たないように、はい、オーラを出さないようにこうやってちっちゃくなってるんですけど、165センチの僕からするとモロ元子さんなんですそう、あのね、帽子ってね、大きい人が被っても意味ないんですよ。下から見るとそう、皆さんの目線こうだから、全然意味ないんですよねでも一応なんかねでもやっぱり、はい、なんだろう、目立たないようにしたいオーラが出てたんですよ、そう、こうやってディズニーランドとかって結局並ぶ時間長いじゃないですか、そうです、1回こうねいて、1回ほら離れてもまたターンしてこう、結局ずっとなんか同じ人と、それでずっとこう、そうだからそのね、1回限りならどうもでいいんだけど、またちょっとしたらまたその人いるじゃないですか、それが嫌でちっちゃくなってたんで、そうで、あとやっぱりジャングルクルーズですよ、1個はジャングルクルーズでも2回ってことは、同じこうなんかねチョイスしてたんでしょうね、同じチョイスですねあともう1個ない、2回はないなと思って、だから絶対何かで共演するか、はい、縁があったって、そう、絶対どっかで仲良くなるなと思ってたら、はい、やっぱり案の定仲良くさせていただく、はい、いただきましたよ。年、ね、も1、2個多分私の上なんですよ。66年。66年。私67なんですよ。でも確か早生まれとかで、あれ？あ、学年67年ですか。7の6月生まれなんですよ。あ、じゃあ学年が僕1個上。1個ですよね。あの66年、そうですね。ね、同じぐらいですよねっていうのはあの撮影の時に、そうですね。話してて、そう同じぐらいですよ。だって同じ頃にバレエも見てたし、ああ、そうか。そう世代が。ドーハの悲劇もね。はい。そう、大体そうなんです。共演させていただいてね。いえいえ、とんでもないんですよ。あん時僕はお医者の役で。うん、ですごいあの千葉県かどうかですね、千葉県の、はい、ですごいあの懸命に走んなきゃいけないっていう、はいはい、急いでいくんですよね。そう、急いでもう悲壮感漂わして行かなきゃいけないんです、もう死ぬかもしれないっていう、そう、死ぬから早く先生早く、そうで、いきなりダッシュしたらいきなり肉離れでそうしたら目の前の元子さんの顔見たら、やった、元子さん肉離れ得意と思ってバレー選手すごい肉離れ得意と思って、そう、みんなやってるからね、ふくらはぎでこうやっちゃったんですよね。そしてその目の前の診察室が整形外科、はい、ちょうど本当にあれは奇跡の場所でしたよ。奇跡の、もう廊下をバーって一直線にね走るところでね、ちょうどその処置室みたいなところがあってね、しかも元子さん、はい、私も医者役、看護師役で本当に見てもらっちゃって、医者なのに本当に、あ、ももでしたっけ、ふくらはぎ、あれ、ももです、ももでしたっけ、でも軽症、歩けたんで、いや、結局その撮影が、まあ普通映画とかドラマがどんぐらい細かく撮るかはあんまりは分からないんですよ、でもやっぱ1回じゃ終わんないのは分かってます、はい、2、3回はね、リハーサル含めてるけど、あん時すっごいたくさんやりましたよ。そうなんですよ。10回ならすごい、10回近くやりましたよね。すごいやらされたんですよ。そうでもまあもう懸命な感じが出ちゃって肉離れしてるんで、ね、筋肉切れてんですから。はい、もう本当にね、かわいそうでした。あんだけ奇跡の場所はないですね。いや本当に。もう本当の天使に見えちゃって、なんか本物さん見てくださいもう翌日もなんかあったんですもんね、なんかシーンがね、翌日もありました、もう大丈夫ですか、テッピングしてやってますみたいな医者がちょっと怪我するみたいなね熱い
作品でしたね。暑かったですよ。本当に。いつかここの番組でも紹介してほしいです。そのシーン。あ、そうですね。はい、あの田中一生監督という監督の、はい、ぬくもりの内側という、はい、白石さんね。白石美穂ちゃん。あ、そう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 。白石美穂ちゃんね。白石美穂さん。支援が。で、ね、なんか妊娠中だったんですよね。そうそうそうなんですよ。そうなんです。後から知った。であと音無美紀子さんと島田純一さんは僕が紹介させていただいて、杉ちゃんも、あ、杉ちゃんは僕知らないです。あ、出てないか。杉ちゃん出てます。出てたんですよね。はい、杉ちゃんも初の映画だちゃんとね、気合い入れて結構なんか演技レッスンをして、演技レッスンからはしたんですか。レッスンだから田中一生監督のもとやったらしくてバラエティで会った時に小林さん僕ダメっすよ、もうしんどいっすきついっすみたいな、僕できないっすよっつって、すんごい落ち込んでました。あ、そうですか。はい、でもなかなか良かったですけどね。素敵でしたよね。うん、素敵でした。かなりやっぱり本物の役者さんの中で初めて出たから、うん、本人の中ではなんかだいぶ洗礼を受けたというか。あ、ただ1年以上かけて撮影する監督だから長いったらありゃ、もう髪型なんて変わってるに決まってんじゃん。ジョーさんどのぐらいの期間撮影されたんですか。でもかなり長かったですよ。でほら、低予算バジェットがないからって、うん、低予算だって言ってウィーンかなんか行っちゃったじゃないですか。そう、海外行ってもだったら別に千葉にドイツ村があるんだからそこで撮ればいいじゃねえかって俺言った。そうかあのハウステンボスもあるし、はいはい、でも彼は偉いですよ。ちゃんとこだわりですよね。ちゃんとウィーンに行って。いや、すごいです。全然私はどこも行ってないですけどね。千葉の病院だけですけど。次の作品は沖縄ですけどね、はい、舞台あのどこでしたっけ。私は高円寺です沖縄料理屋でもう具志堅さんと。あ、でも沖縄の香りがしますね。具志堅さんがいたら。で、あのもうこうやってもうお店でみんなで踊るっていう沖縄出身の人呼んであのやりましたよ。結構ですね、あの無駄なカットが多いんですよでもなんか1年も前してるんで確かに長いねこだわりのある田中一生さんをぜひちょっとチェックしていただいてね。チェックしてぜひとも、みんなで見に行っていただきたいですね本当にいいと思う。私たちのこのネタを聞いた上で、そう、見てもらいたいです。見ると楽しめますよね。いい演技してますからお互いに。いや、もうジョーさんはやっぱ素敵ですもん、渋いしそうですか。ただね、私ね、ええ、あのジョーさんが、ええ、まあ、若い頃というか昔、ね、からやってて、はい、ずっとその華やかなこう若い時のこうイケイケ時代を見てないわけですよ。オンタイムでバレーボールやってた。はいはい、そうですね。で30になって、まあ、引退して、うん、初めてドラマとか、うん、2時間ドラマとか見始めたんで。あ、そうなんですか。そうなので、コロナ禍になり、うん、まあ、ジョーさんのことはもともと映画の時も、はい、知ってはいたんですけど、はい、なんかどんなやつとか細かいの言った時に、え、何っていうぐらい、名前は知ってるけど、オンタイムで見たのって探した時にあんまりそんながっつり最初分からなかったんですよ、うん、でコロナ禍で2年間ね、この2年、2時間ドラマを BS で毎日やってるやつをずっと私にもう朝10時から夜の6時までずっと見てて、1日まあ5、6本あるわけですよ。ほぼ全部見て、あれ再放送のペースが早すぎて、もう今ねやってるやつ7月とかやってるのもほとんど見たことがあるですどれだけジョーさんが出てるかもう何回も出てはで、やっぱ太ってた時代もちょっとなんか、ね、はい、かなりあると思う。あ、これジョーさん、あ、ジョーさんこういうのもちょっとみたいなもうサスペンス的なね、そうそうそう、もうやつとかもういっぱい、はぁ、マジですか。あ、もう楽しく今逆に言うと一番知ってますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。アタックアタックナンバーワン。やっぱり聖子ちゃんだ。イエー。6時50分から朝練が始まって、夜の8時9時まで体育館にいるので、私たちの時オフって言葉がないんですよ。私たちはもうトイレのこの手洗う水道で飲むこれですよ最高のお水はそれしかなかったんですか。もうここでもうそれしかなかったんですか大っぴらにはもう終わった後もなんか飲めないみたいな。
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133。